エルカチャンネルのショーです。さあこちらの脱毛期第3回目やっていきたいと思います。まだですね変化は全然ないんですけど、普段剃ってないからですね、この生えてきてる感覚がチクチクして痛いです。どうやって剃るかがよくわからないので、カミソリで剃ったからだとは思うんですけど、保湿クリームとかは塗ってるんですけど耐えきれなくてやっぱかいちゃいますね。だから足が真っ赤っかになってます。エルカチャンネル、今回はですね、足、お腹、そして顔ですね、このヒゲもですねやりたいと思います。エルカチャンネル、ちなみにレベルは前回もそうでしたけどレベル3でやりたいと思います。では足からやっていきたいと思います。そうですね、生えてきてるところかな、生え始めたところと言えばいいのか分かんないですけど、時折痛みがあります。と言っても輪ゴムでペチって打たれたぐらいなので、そんなですね我慢できないほどではないです。よし、片足は終わりです。よし、足はこれで終わりです。やっべえ、暑くて汗ダクダクだった。エルカチャンネル、ではお腹周りやっていきたいと思います。よし、オッケー、エルカチャンネル。それでは最後、顔周りですね。こっち痛そうだな。ああ、やっぱちょっと痛いですね。エルカチャンネル、はい、これで足、お腹、顔の脱毛期第3回は終わります。さすがに3回目になりましたんで慣れてきましたね。スムーズにできるようになりました。かかった時間をですね各部分ごとに載せようと思ってますので、まあそちらの方を見てもらうとどのくらいで終わるかっていうのがわかると思います。エルカチャンネル、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。